経営危機器にある大学は、神山丸ごと高専よりも努力していない。神山丸ごと高専のノートを見たんですけど、起業家が教える一日起業体験イベント全国キャラバンというのをやるそうです。東京、大阪、名古屋、徳島、福岡、そして地方の方はオンラインと。まあ地方じゃなくてもね。中学1年生、2年生と保護者。 教育関係者を対象に、えー、最前線で活躍する起業家を招き、実際に中学生に起業を疑似体験していただくことで、将来の選択肢の可能性を広げることを目指す、起業家教育。えー、いろんな組織が最近やるようになってるんですが、これを、まあ、高専がやると。で、えー、ついでに、神山丸ごと高専の説明会もやります。内容なんですが、起業家によるプレゼンテーション。 自己理解企業体験ワークショップ、起業家からのフィードバック、神山まるごと高専の学校説明会と、これを中学の1年生、2年生の春休みに体験してもらって、中学3年生になったら、方向選びで神山まるごと高専を受験してもらおうと。本物の起業家と中学生が出会えるというのは、大変素晴らしいことですね。たとえ受験の難関とされる大学であっても、 自分たちの大学の価値というものを提供できるかどうかというのをちょっと考えました。学校が有名だからとりあえず入りたいという人もかなり多いはずです。そうじゃなくて、うちの学校はまあこういう個性的な教育をやってますよ、こういう価値が提供できますよっていう PR をまあ全国に対してすると。この神山丸ごと高専、僕も方法を追いかけてはいるんですけど、思うのが。 こうやって努力して学校のブランドを上げて学生を確保している学校に比べて、えー、私がよく紹介しているようなですね学生が集まらなくて厳しい状況にある大学っていうのは努力をしているのかといやもちろん本人たちは努力していると言うと思うんですけど高校生獲得の努力をしているのか何でもいいから人を集めて定員充足というのは努力ではありませんこれやってたら20年後には消えますそもそも売れる中身がない 自分たちがやっている教育が中身が PR できるものがないからキャラバンができないわけですね。で、いや中身あるよっていうなら、中身があるんだったらどうして、えー、偏差値上位大学に負けるんですかっていう話なんですね。これは特定の大学のことを言ってるんじゃありませんが、指定校近隣高校、しかも、えー、はっきり言って下位高校にばらまき、総合型はざる、スポーツ推薦でかき集める。 留学生をもう中国、韓国からは来ませんから他の国からかき集めるっていうことで定員を充足してる大学あるいはこういうことをやって定員が充足できていない大学というのは一言で言うと中身がないわけです。ないことはないよと。別に経営学部でも文学部でも教育学部でも頑張ってるよと分かります。ではなんで選ばれないのかというと全く同じことをやっている上位大学に高校生は行くからです。現に もうこういう何でもいいから書き集めという大学は進学校に見放されてますよね。一般選抜共通テストで入りたいという人がいない。関西だったらいよいよ応募制推薦ですら受験者が集まらない入学者がいない。もう完全に学力で来る人はいないという大学。まだ定員割れしていない隠れ定員割れ大学もいっぱいあります。定員割れしてなくて経営も安定してるから一見順調ですが、 確実に18歳人口は減っていく正直、特定の大学の名を挙げてダメとは言いませんが、今私が触れたような、もう入試が機能していない、かき集めてるっていう大学は、20年後は存在しないと思ってください。なんせ、18歳がいないんで。はい。まあ、社会人でなんとかなる大学ってあるんですかね。あれば見てみたい。そして、今回の神山丸ごと高専の例で、 中学生の頃から魅力的な大学に見えるかどうかですね高校生の争奪戦も過激になってきてだ,だけど多くの普通科高校は有名大学に入れますぐらいしか PR することはありませんまあ高専もよしあしで多くの人は選ばないんですけど中学生高校生のうちにまあ高校生になってからでも構わないのでどんな研究や教育に自分が興味を持っているのかまあ人口減ってくるから 人手不足で就職はあるんですけど、就職あるからどんなヘッポコ大学でもいいやみたいな気持ちで、どんどんこう人材の質が下がっていくんじゃないかって言われると、じゃあ昔は高かったのかって言われると、まあ議論になるんで、触れませんけど、塾業界は合格する大学の名前だけを追うと思います。名門高校もです。そういう状況の中、今定員を充足してるからといって、学生の集め方が昔と違う大学って僕は超怖いんですよ。 昔は一般選抜で大規模大学滑った人が大量に来てくれたっていう時代もあったわけですね。近畿大落ちたらみんな来ます。大東亜帝国落ちた人が一般でたくさん来てくれます。これで定員充足できてて、はっきり言って学生の質も高かったと思うんですよ。なのに就職できなかった氷河期世代みたいなね。どうなんだろうということを思った時に、本当に今定員充足できてる大学は怖い。 それは特に学力じゃない方法で充足できてる。あと、充足できてないとかはもう終わりです。で、そんな状況なんですが、自分たちの大学の価値って何なんだろうっていうのをもう一回見つめ直してほしいんですね。もはや全部の大学は生き残れません。でも僕は、あなたの大学だけは生き残ってほしい。あなたの大学と同じポジションのライバル代はぶっちゃけ潰れる。その覚悟で各大学が努力していくべきだと思って、 この神山まるごと高専も自分には関係ない他人事だと思わないで他の学校がどんな努力をしているのか自分たちの大学はどんな価値を提供できるのかっていうことを考えていかないと本当に大学は特に海外学は専門学校にも負けます高卒就職組にも負ける聞いたことない大学行くぐらいなら高卒就職した方が手堅いいい会社あるっていうことだって十分起きうるわけで あと本当にもう専門学校短大は日本中潰れてるし本当険しいですけど。ということで、なんかね、いろんな学校さんを実際お邪魔してると、とにかくよその大学のこと何にも知らないんですよ。申し訳ない。受験生ですら複数大学から比べてますよ。自分の大学の中のルールだけでやらないで、特に競合する大学、上位大学のことは研究し尽くすべき。 あと、併願校。併願してる大学をよく調べて、他の大学が何やってるかってことに常に興味を持つ。私たちは価値があるって言ってるのは、あなた方だけですと。内部だけです。で、内部を僕も取材すると、ああ、いい大学ですね。いい教育やってますね。こんなユニークな研究があるんですか。就職実績いいじゃないですか。今やどこもいいけどね。ということで、やっぱり、 あの私みたいに外をうろうろしてる人間にはよくいい点悪い点って見えるんですけど内部にいると何せ自分の大学から給料をもらってますから自分の大学の良いとこってのはすごい分かるわけですねいやうちはいい学生来てるよいい教育やってるよ分かる分かるんですがそれが伝わってないから受験生来ないわけですよ一般選抜で来てくれる人がもう来ないから推薦組で大量に集めてるわけでしょあるいは 常に上位大学を落ちた人を取るっていう方針でやってる学校もあるわけですよ。も、ま、う、あ、だからそれがいつまで持つかですよね。あの、上位大学を落ちた人を取ってなんとかなってるっていう大規模次第もあるんですけど、そういうとここそ、じゃあ、自分たちの経済学部や経営学部が提供してる価値っていうのは、その、マーチやカンカン同率に劣るのかと。受験する側はみんな劣ると思ってます。これを違いますよっていう広報が全くありません。僕はとても不満です。 勝てなないいじゃないですか偏差値では絶対勝てないんだから教育の中身で勝つしかない。現に僕はこの神山丸ごと高専は他の高専それから他の高校を選ぶ人に対していい意味で喧嘩を売りまくってると思う。こういう元気なところが活躍してどんどん生徒を奪うべきなんですが N 高校じゃないんで神山丸ごと高専が何万人も人が来るってわけでもいきません。なのでこの市場はまだまだ。 拡張できるとで今回はまあ大学の話なんでうちの大学やばいって思ってる人はうちの大学の価値は何かっていうことがしっかり高校生に伝わればよそは潰れてもうちは生き残れるこの気合いが必要だと私は思います。